サイエンスライター、北村祐一の地球放送、地球の歴史、その86。さて皆さん、蛇の首ってどこだと思いますある人は蛇の首はとても長いと言います。別の人は蛇の首は短いと言っているんですね。さらに別の人は短いけれども首はあると言うんですね。おちょ言うと蛇はどうやら首という概念をなくしてしまったらしいんですけど、 本日の地球放送はそういう内容ですね。ヘビの骨を見るとこういう感じ。肋骨を抜いて頭と背骨だけにするとこうなるんですけど、よく見ると背骨の下に突起がありますよね。そして下に突起のある背骨は体の前の方にある。これが首ではないのか。この突起がヘビの首を示しているのなら、ヘビの首は長いのではこれが ヘビの首は長い説とその根拠なんですね。ただし、この説には少し奇妙な点があるんです。ヘビによっては背骨のほとんどにこの突起があるから、そういうヘビは体のほとんどが首になってしまうんですね。つまりこの解釈には少しおかしな点がある。反対にヘビは首がないという解釈もあるんですね。ヘビの頭のすぐ後ろに立派な肋骨があります。 立派な肋骨は胴体の特徴だから、立派な肋骨が頭のすぐ後ろまであるとは、体のほとんどが胴体で、蛇の首は事実上なくなっているのでは。これが蛇には首がない説とその根拠なんですね。あるいはね、第三の解釈もあるんですね。蛇には首がある。ただし首がとても短い。蛇の筋肉を調べると、 頭と肩をつなげる筋肉はまだ残っているんですね。つまり短いけれど、蛇には首があるらしい。つまり、蛇の首の位置は何に注目するかで領域が変化してしまうんですね。背骨の特徴を見ると首は長いように見える。でも、肋骨を見ると首はないように見える。しかし、筋肉を見ると短い首があるようにも見える。どこまでが蛇の首なのか、 それは何を根拠とするかで変わってしまうんですね。おそらくこれは首を決定する要素が蛇では不明瞭化した結果だろう。そう言われています。そしてこれは多分蛇が足を失って肩を失った。その結果なんですね。なぜなら首は肩の誕生とともに生まれたものだから。私たち首を持つ脊椎動物の祖先は魚だったけど、魚には首というものがなくて、 そして肩もなかったんです。首という器官は頭を体から独立させて動かすときに使うもの。でも水中ではそんな役割は必要ありませんね。魚は浮遊する体全体を動かして漏折して頭の向きを変えることができる。ところが陸上ではそうはいかないんですね。上陸した魚たちは水の浮力から離れてしまって体の重みの影響を直接受けることになったんです。 重みのある地上では体全体を動かして頭の向きを調整するのは困難極まりいますよね。そこで前足とそれを支える骨を頭部から分離したんですね。これが肩と首の始まりです。尻尾よりも前、肩よりも後ろが胴体の背骨。そして肩より前の背骨は首の骨。頭部からの分離で肩が誕生して、それと同時に胴体と首が生まれた。 およそ3億8000万年前のことです。肩の独立と首の発明。これによって陸上の脊椎動物は胴体とは別に首を動かせるようになりました。首は頭を動かし、胴体は体を支えて大きな内臓を収納する。役割が違うから胴体と首は構造が違うものになったんですね。胴体の肋骨はたくさんの内臓を収めるので広くて大きい。 これに対して、首の肋骨は機関や食道を守り、あるいは恐竜ディプロドクスのように長い首を支える。人間だと首の肋骨は体下までしてますね。魚時代の背骨は前も後ろもほとんど同じ構造だったけど、肩を作り首と胴体を区別させた陸上脊椎動物では首と胴体では構造の違いがある。かように本来首と胴体では違いがあるんですね。 ところがヘビではそれがなくなっている。同じ形の肋骨が頭のすぐ後ろからずらりと並んでいるだけ。だから肋骨などから考えるとヘビには首がないと言われたんですね。でもそもそも首と胴体っていう区分ができたのは肩の骨が頭から分離したからでした。しかるにヘビは足元を肩の骨もなくしているんですね。つまりヘビは足を失った時に 首と胴体の境界線である肩も失った。このためヘビは首という領域と首という特徴を失って首が不明瞭になった。おそらくこれがヘビの首に関する混乱の原因なんですね。使う証拠によってヘビの首の範囲が全然変わってしまうのも多分このせい。首を規定する肩がなくなっているから首と胴体という区分が崩れている。区分が崩れているから本来なら 首を規定していた特徴が今ではそれぞれ異なる領域で役割を果たしている。首という定義から自由になったので首を作る要素が点でバラバラな範囲で活動している。だから注目する証拠によって首の領域が異なるように見えてしまう。では、ヘビの首は本来はどのぐらいの長さだったのかつまり、首という定義が消滅する前のヘビの首の長さはどのぐらいだったのか それを知るには、カスキを調べればいいんですね。ブラジルにある、クラトルイソウ。この地層は、薄い層が重なっていて、叩くと層が剥がれて、カスキが出てきます。この地層から、2015年に報告されたカスキがこちら、テトラポドフィス。大きさは19センチぐらい、太さは1センチもない、細長くて小さなカスキですね。カスキの保存はなかなか良いけど、石を割って層を剥がしたときに、 頭は反対側に行ってます。剥がした反対側を裏返すとこんな感じ。カスケはサンドイッチのような状態で地層に挟まっていたんですね。そして細長くて、しかも同じような形の背骨が150個以上も並んでいた。見た目は蛇っぽいですね。でも頭のすぐ近くに足があるんです。これは前足。そして頭の反対側に後ろ足。一方、 地層に残った胴体の輪郭にはブロックを並べたような形があります。これはヘビのお腹にある長方形の大きな鱗の跡ではつまりこのカスキ、テトラポドフィスは4本の足を残したヘビではないだろうかカスキの時代は1億2000万年前。まだ4本の足を残しているこの動物はヘビの祖先だと解釈されました。名前のテトラポドフィスも 4本足の蛇という意味なんですね。そしてカスキを見ると、前足が頭のすぐ近くにあるんです。生前と同じ位置にあるのなら、長い胴体に比べて首は短いことになりますね。テトラポドフィスが蛇の祖先であるのなら、蛇の体のほとんどは胴体で首は短いことになります。一方でね、テトラポドフィスが蛇であるという解釈に異論もあるんですね。蛇には禁煙だろうけど、 蛇そのものではないという意見。確かに論文において蛇の証拠として挙げられた特徴の多くはあまり明瞭ではないんですね。蛇には近いだろうけど蛇そのものではないのでは。この異論はまあそうですねという感じ。これぞ蛇の証拠とされたものがあまり明瞭ではないから蛇そのものとは言いにくい。しかし多くの特徴は蛇に似ているから禁煙ではあるっぽい。じゃあ、 テトラポドフィスは具体的に何なのと問われると、多分ドリコサウルスの仲間ではと言われているんです。ドリコサウルスは1億年前の白亜紀にいた爬虫類でトカゲの一種ですね。現在のトカゲだとオオトカゲに近いものです。オオトカゲも首が長めだけど、ドリコサウルスは首がもっと長くて、さらに胴体はもっと長くて、尻尾はさらにさらに長いらしいんですね。大きさ1メートルぐらい。 海で生活していたらしく、細長く伸びた体の見た目は、トカゲというよりはむしろ海蛇ですね。ドリコサウルスという名前も、ギリシャ語で長いを意味するドリコスに、トカゲを意味するサウロスをつけて、語尾を薄にして、ローマの男性名にしています。ですから、このトカゲの名前を日本語に訳すと、長井龍太郎さんですね。そしてドリコサウルスは、蛇に近いトカゲだと言われています。 系統図で示すとこんな関係ですね。ヘビは特殊化したトカゲで、現在のトカゲではオオトカゲに近い。以前紹介した49度まで体温が上昇しても耐えられる砂漠のアガマとは縁遠いものです。そしてトカゲの首の骨の数はだいたい8つが最大。私たちホニ類リの首の骨は基本的に7つだからトカゲはそれより1つ多いですね。でもオオトカゲは首の骨が9つ。 ドリコサウルスは12個あります。これはトカゲの仲間では最大の記録ですね。このドリコサウルスに近いと言われたテトラポドフィスは9つぐらいでしょうか。だとすると、ヘビの首の骨の数も本来は9つぐらいじゃないかと推論できるんですね。どうもヘビさんたち、そんなに首は長くなかったらしいんですね。系統時を見て考えると、オオトカゲからヘビに至る仲間は、 首の骨が少し増えたんですね。八つから九つ。そしてドリコサールスでは例外的に十二個まで増えた。でも多分、ヘビ自体は首の骨がそんなに増えていないっぽいですね。彼らの体の大半はおそらくは長く伸びた胴体なんですね。そしてヘビは肩をなくしてしまったことで首と胴体の境界も消えて首とも胴体ともつかない長い体になった。 そして、テトラポドフィスは、蛇そのものではどうもないらしい。しかし、蛇の祖先は首がさほど長くなかった。そういうことを示す証拠にはなっているんです。さらに、テトラポドフィスは胴体が非常に伸びている。実のところ、都会の仲間は、胴体を伸ばすことが得意で、首を伸ばすことはほとんどないんですね。ドリコサウルスのように、首の骨の数を12まで増やしたのは、例外中の例外なんです。そして、 49度の体温上昇に耐えられるアガマはもっと首の骨が少ない、そういう系統に属しているんですね。これが2億5000万年後の高温化した地球で繁栄する爬虫類の特徴になります。はるか未来、地球は高温化して、哺乳類も人類も水防して滅亡へと至る。そして地球は高温に強いトカゲに支配される星になるだろう。トカゲは原則的に首を伸ばせません。 伸ばしたのはほんのわずかの例しかない。だとすると、高温化した未来で繁栄する高温体制のトカゲたちは、恐竜のように首を伸ばしたりしないことになりますね。多分、高い場所の葉っぱを食べる未来トカゲは、長い前足で立つんでしょうね。実際、哺乳類も高い場所の葉を食べる種族は大体こういう姿をしていたんですね。鼻を伸ばしたゾウとか、半数で頭部を軽量化、首を伸ばしたキリンとかは、 哺乳類でも例外的なんですね。未来の地球はこういう姿をしているんでしょうね。そしてこのことは、かつて地球で栄えた巨大恐竜のような動物は、もう二度とこの地球では現れない。このことを意味しているんですね。爬虫類はや世の中が思っているよりもはるかに巨大なグループで、本当に様々なグループがあって、グループごとにできるできないがあるんです。例えば、トカゲの仲間は首を伸ばせない。 しかし子供は産める。反対に恐竜は卵しか産めないが首をかなり自由に伸ばせる。どうも彼らは背骨の数を増やした上で肩の位置を後ろにずらして増やした背骨を首に追加できるらしいんです。これに加えてさらにいくつかの条件が満たされた時超巨大恐竜という種族が進化できたんですね。しかし今の地球ではこの条件を満たす動物がもはや存在しない。つまり 恐竜サイズに到達できる動物はもうこの地球では現れない。来週はお休み。次回は10月6日、巨大化への挑戦。恐竜はなぜ大きくなれたを放送する予定です。では、また次回。